はいどうも。負けでございます。今日の負けの時間がやってまいりました。まあ今日はちょっと時間に余裕があるっていうかまあない、ないんだけど、明日仕事だからねな。まあないんだけどまあ、まあのんびり行こうかな。うん。あ、でもね、これね、もう画像のこれパッと上見て画像にだいぶ残ってるから、そっちから説明でいいかな。はい。 で、アイネスがそう、えー、っと、馬娘の、東京メガエデミコラボということで、それの報酬で SSR 確定チケットがいただけまして、そちらで出たやつが、こちらでございます。アイネス通人。まあ、根性人権であるけど、最近根性は、なんかまた使われてないことが多いっぽいから。まあ、しかも、まあ、これで1枚目だからね、そんなにいいかな。でもまあ、あイラストがいいからいいかな。でも、アイネスの中の人がね、ちょっと、 うーんちょっと悲しいマジで <laughs> 悲しいマジで頼む <laughs> あでボザローがねそう最終話が一応配信されたんですけども僕はまだ見れてないんですけどもなんかまあツイッターとかね YouTube とかで、ね、なんか自然と流れてくるわけですからまあちょっとうわーってなってまあなかなか、まあ、回避はしつつあるんですけどまあできれば本編はね早めに見たいということでちょっとツイッターとかで、ね、ちょっとだけ見たりしちゃったねうんまあ まあいつになるかわかんないけど、まあ多分数日後ぐらいにまあ僕が見れると思うんで、まあうん、その時楽しみにします。まあうーん、まあって何回言うんだろうって思うけど、まあうん。<laughs> はい。いいアニメだから、ね、見てね。うん。はい。で、なんかアリスのフィギュア開けたよってこれ、なんか棚、棚に入れました。封印。で、焼肉食ったよってやつねこれねめ、今日ね、マジでなんか知らんけどね、めちゃめちゃ食ってた。なんか。 米2杯ぐらい食ってで肉も食ってたからしかもなんかねやっぱね焼肉店行くとなんか店員さん忙しくなっちゃうからなんか申し訳なくなっちゃうんでねちょっとでもまあそれはまあ容赦なく頼んでいくと美味しかったですまた <laughs> また次の機会行かせていただきますでまあゲーセンでミミッキーのフィギュア撮ったよーっていうやつなんだけどこれねちょっとつながるとこあるのまああいやあでなんか そう今日有馬記念があったんですけれども競馬のその最後の大締めみたいなその今年活躍したやつが全員いけますよみたいなそこでまあイキイノックスっていうのが勝ったんですけれどもそこになんか有名な配信者の加藤純一さんが1011万もうこのまま分のままかけて、まあ、2000万ねぐらいやったんだけどあの <laughs> これ多分税金でこれなんか座れるみたいなの聞いて。 600万ぐらいになると言われてさなんかどっかで見て結局マイナスじゃねってちょっとびっくりしたやでもどう,どうなんだその辺分かんないんだけど税金に吸われるのはマジでダメじゃんほんとのただただ赤字よほんとにあでそうとあるの新しいやつ買ったんだけどあの3巻持ってたのちょっとなんかね行った時にとある目的じゃなかったんだけどとりあえず買っとくかってなって3巻あって 気ももしなくもないなくいっって思ったけどまあちょっとなんかそれで4号ってかの嫌だったから3も買ってきたらなんか持ってたからかぶったわうん <laughs> まあまあ持ってる上にねまあ僕ドア好きなんでい,いいでしょううんあでなんか馬のそう最近コラボしてたアクスタが全部揃ったよーってっこれが着順ででフィギュアなんか取ったよーってこ,うこっちもね取ったよーってやつとあとはまあこれだねそう キャラットくじ引いて、あ、そう、画像がなんか2個ある。うん。引いてーー、いいのが出たよっていう。アクスタ。で、これさっき動画でも話したと思うんでそど、そっちの動画、これについて詳しい説明があるから、それは動画でご視聴いただきたい。あ、でね、もともとそのミミッキーの時に、別のなんか、ポケモンのテラリウム持ってたんだけど、それを、あの、あげた、その説明、ここの動画で説明してるか、ら四でよかったら見てくださいね。はい。 で、あ、これがね、やったよっていうサムネのやつだね。はい。ということで、まあこんな感じかな。うん。明日が仕事なんでね、まあ、そっちになんかやらないといけないんで、早めに寝ます。で、まあ、ちょっとなんかやることまだちょっとあるんで、そっち終わってから寝ます。はい。ということで、今日の蒔絵でした。また次回の、待って、んいや、うん。先にあれしようか。うん。で、もしよかったらチャンネル登録とか高評価とか見ていただけたらよろしくお願いします。それじゃあ、また次回の動画もしくは今日の蒔絵でお会いしましょう。 またね、おやすみなーさい。あ、おやすみなさい。なんかなんかねボウヨみになっちゃうから嫌なんだよね。はいおやすみねー。ねあったかくして寝ろよ。はい。